いやいや、仕事してよ。俺ここでぬくぬくしてるから。俺これから内通に行こうと思ってたんだけど。マジか。何時だって、もう10時半だよ。10時半。みんなだって、あれじゃん、ツイッターの見てる人たち、みんな心配してたじゃん。何を？パパさん大丈夫ですかって。あ、首ね。休んだ方がいいですよとかさ。だからこんなので写真写ってなかった？れ、みーちゃんがさ、うちの家内にプレゼントであげた肩もみ券があるんだけど、あれ勝手に使って、そしてこれで10分だよ。せかないが横で、私の券勝手に使わないでよって言われて。でも10分やってくれるのは偉いね。誰がやってくれるよ。ついに6が手に入ったか。6S。 失礼。あれ、そのなんだっけ、それ。俺は S のプラス。S のプラスだよね。お揃いのピンクだ。ピンクだったね。2回行ったのね。初日に行った時に、なんか書類が足んねえっつって。そう。あ、下取りだ。あ、しのぎか。下取りができなくて、初期化してこなきゃダメだって言われたのよ。で、帰って今日また初期化をして今日また行ったんだけど、初期化がなかなかできなくてさ、どうやってやるんだろうって結構手こずってたのね。そしたらさ、みーちゃんに「これお前初期化できなくて、下取りができなかったらお前4,800円払えよ」とかって言われてたのよ。世の中の厳しさを教えるとかみたいな。知ったらさ、みーちゃんさ、4,800円払いたくないもんだからさ、俺もちょっと手こずってたのにさ、マニュアル見ながらさ、それ初期化してさ、できたわとかで、いざ持ってったら言って。下取りできませんとか。そう、いざ持ってったら、iPhone の表面は綺麗なんだけど、カバー剥がして裏見たら、裏がもうクモの巣だらけで、こんなになってるやつはちょっと下取りできませんって言われて、ゲオさんだったら起動しなくても下取ってくれますよって言うから、もうじゃあちょっとゲオさん持ってこうって言って、まあいくらでもいいから売っちゃおうと思って行ったら1000円で買ってくれた。超面白かった。プラスにして慣れちゃったせいか、でも普通そうでし大きさ、ょ？なんかもう YouTube 見ててももっと大きい方がいいなと思って。ただ持ち運びがね。そういえば電池の持ちが悪いって言ってたのは大丈夫だったの？悪い？悪いよね。さあ、見すぎなんじゃないの？暇さえあればだってコメント見てるから。もう一服の時は必ず使ってる。そうだよ、見すぎだよ。なくてはならないもんだよ。だってもう家に帰って寝る時もここにいるかここにいるもんね。ああ、それはわかる。ああ、よくわかる。ていうか目覚ましでしょ？目覚ましは違う携帯に入れた。あ、そうなの？それで目覚ましかけないんだ。これをかけてない。表に行って車で寝るときは使うけど、家にほら余ってる携帯があるから、昔の、それで目覚ましをして。フル充電でどれぐらい持つの？もう本当にね、夕方5時になるとひどい時で20%朝からでしょ？とか。その間でも3時過ぎでもう20%切ったもん。それ思い起こしてみてどう？なんか見てない？いや、やっぱり使ってるよ。そうでしょ？やっぱ使ってるんだよ。ただやっぱり、その4ヶ月前よりは、ちょっと消耗が早いかなって感じ。また来た。90かなだって。ああ、決まるね。あ、90かな。すごいな。あれ見ただけで分かるんだ。
うん、車好きの人だったらパッと見で分かっちゃうからね。普段より暖かいけど、やっぱり水触ってると寒いわ。あ、そうだよね。本当首死にそうになったよ。あれだよ、福岡行って長野行ってやってる時にさ、ずっとツイッターやってたからだよ、多分アホみたいに。で、その間に会社の仕事のメール打つでしょ。ずっとこうやってやってたの。ちょっとね、あのね、ツイッターはね、ペース落とすわ。あれ死ぬ。やっぱり人数が多いからね。あれはダメ。びっくりした。少なくともね、3日は動けなかった。超絶焦った。あ、でも、ポツポツ動画上がったから。もう、古いやつを、溜めてるやつを上げてるだけだから、もうダメだ。あれはやりすぎは良くない。ポンチョさんも来た。なんかすごいですねって。うん。こんな感じでね、どんどん来るね。あの、兄ちゃんが iPhone 持った時は面白かったね。次から次へとね、iPhone ゲットですねとかっていうのがね、うん。俺も食ってよ。あ、そうだそうだ。うん。うん、の人数に全部コメント返したら大変だよ。ちょっと焦った。もう310位。10分ぐらいだよね、まだ。もうちょっと内容が面白かったらいいんだろうけどね。うん、まして今日土曜日だからね。ああ、うん。平日じゃないから。いや、多分ね、だから今 A ちゃん家でこれがまた回ってるじゃない、うん、またなんか A ちゃん家でくちゃべってくるのかなという予告編みたいに捉える人がいるかもね。だから今日の au だとさ、うん、au ではもうあれだけな、うん、これでトップだけ、うんうん、カメラは全然回ってないから、うん、今度開封の儀があるんだろうなとかね。あ、そういうそういうコメント来てたよ確か。あ、セバ来てたね、うん、チェックしすぎでしょ。だからそういう風に見られると思うよ。大概平日の日はね、うん、どのタイミングで上がるかなっていうのも読めてっから。あ、そう、うん、大体お昼の12時、あるいは夜中の12時で、時にはね平日の昼間で出る時もあるんでね、アップするタイミングが、うん、ストーカーだ。結構早いよ、俺見るの。ストーカーこの Wi-Fi の環境の中でアップされたなっていうのが分かったときは、多分見てるの早いよ。表だとやっぱり見ないけどね。あ、うん、いやー、A ちゃん最近あれだね、すげえ遠くまで行ってるね。うん、国町んちのもっと北の方まで行ってるじゃん。うん、あれすごいね。通ってるんでしょ。通い泊まりじゃなくて、うん、初日なんかね大渋滞で4時間かかった、うん、で帰りが2時間半、うん、で次の日は朝5時に出てって、うん、雪降って凍結しててスピンして事故があって、あれくそ、映像が事故したのかな。で俺もスタッドレス取っちゃったから、夏タイヤで行ったからさ、焦った、もう事故したばっかりの車がもう2車線塞いじゃってんの。あの仕事の時に遅刻しそうになるの怖いね、嫌だね、私は仕事しちゃうなっていうの。俺邪魔だから帰るから。まあ大体ほぼほぼ終わった。うん。